よし。はい。大丈夫そうですかね。OK でーす。はーい。じゃあ、ということで、改めて皆さん、こんばんは、のろしのやよいでーす。こんばんは、夜明けでーす。ノーマンズスカイを、今日ちょろっとだけになるんですけど、うん、久々にちょっとやっていきたいなーと思いまーす。はーい。まあ、とりあえず、マルチプレイ、ゲームをプレイするか。私がマルチになりゃいいのね。そうね、ニューゲームで共同探検始めるので、はい。私が降りてったら入ってもらえればいいかなと。はーい。で、一応まあ今回やることのまあ概要をなんとなく、うん、話しておくと、まあ、去年も、あったんですけど、ノーマンズスカイの、年末の、うんうん、ホリデーエキスパンション。お、来た。まあ、復刻ですね。まあ、過去の共同探検の、復刻が来て、その中に、まあ、2つほどやりてえやつがあったんで、うん、10個目の共同探検のシンギュラリティってやつと、うん、あともう一個が、まあ、もう一個は別にその3番目のやつなんだけど、うん、まあ、それをやりたかったっていうか、あの一番最初の共同探検で入手できたゴールデンベクターが、ゴールデンベクター、宇宙船、はいはいはい、なんか復刻するっちゅうから、うん、やりたいなってことで、うんうんうん、じゃあやりましょうかって感じで、うん、今回久しぶりにノーマンズスカイを起動してやりましょうっていう感じですね。はい、寒いです。寒いね。今回私白いな。白い？あ、ゲックじゃん。違う、これヨアちゃんじゃない。え誰？え、放棄されたキャンプには多くの謎が残っている。探検タブで謎についている進行状況を確認できる。はいはいはい。まあ、いつものですね。めっちゃ寒い。寒い。おー。ファーストコンタクト。どえりえ寒いぞ。まずこれどうしたらいいんだ？死ぬぞ。寒い。寒い。私、バイキンでございます。あ、どうも。あ、どうも。どうもどうも。まずこれ何したらいいんだ？探検。なんでこんなに白いのよ。なんで？なんでこんなに白いのよって。もうなんか今回白いです。ね。あー、寒い寒い。あー、寒い寒い。あー、寒い。とりあえずここを探検するそうですよ。ほう。マイルストーン？あっての、寒すぎるんだけど。死んじまうよ、いきなり。寒い。何から始めたらいいのこれ。ああ、中に入ろ。ああ。超マッスルスクラップ。あ、ここ大丈夫？ダメじゃん。ダメじゃん。え、そう？え、嘘？ギリギリいけるよ。あ、いける。マイルストーンを見つける。待て、全然あの、あれ、この寒さゲージってこれ回復しないんだっけ？いや、あの、場所がなんだっけ、あの、お家か地下に判定になんないと。あー。今は何も、あの、受けてないけど、回復もできないよっていうやつだった気がするな。マイルストーン。キャンプを探検しよう。スキャナースキャナー L3、 はい、スキャナーは最初から使えるのね、今回は。あ、エコー、エコー、待って待って、いきなりこれ何したらいいのこれな。探検しようってなったけどさ、何をすんの？てか、なんか外出たら回復、あ、
あれか、暖かくなってきた。嵐が収まった。ああよかった、死ぬかと思った。探検しようだってね。なんかさっき出てきたんだよね。あー、なんだっけ、オートファジーに、まあ話しかける。あ、それそれそれ、これこれこれ、これに話しかけるんだ。マークついてる。あー、あれね、損傷したレジスタを調べるってあれか。11-31だから、8144か。あ、そういうこと。あ、同じだ。8 8 8 8 8 8 13 8 14です。14 4 8 14 4。はい。わーい、なんで騙したの。あ、これだけ。んー、マイルストーン達成、彼らは聞いている。あ、なんかよくわかんないけど一発目進んだな。よしよしよし、報酬機密シール。あー、秘密シールと、結晶化した心臓をもらったの。結晶化した心臓、今もらってもなって感じせん、うん、そんで次が船。次どれになってる。ガラスにエッチングされたになってます。それとも徒歩旅行者になってる。ガラス、ガラスか。じゃあこれなんだろうな。頭を構築する、調査を続ける。ああ、調査を続ける、なるほど。調査を続ける。ああ、まだここ調べるってことね。そうなの？もう調べるものないです。まだ公衆派インターフェースは調べてない。これなんだっけ。これも一緒か、うん、ああ、14 4 9。14 14 14 14 4 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 4
ターミナルはデジタルの物悲しい声を止めた。私はキャンプのシステムへのアクセスを許可を得た。いつも通り何やってるか分かんないですね。とりあえずマルチツールの封印無効化と、あれかな、どっちかというと不協和音の急増場所見つけて C か、あれかな、最初からあれか、あのあれよ、あセンチネル船に乗って旅を始めろっていうことか、これは。いや、わからんけど。いや、でもマイルストーン進んでねえな。これじゃなさそうだな。これ交換しよう。あ、受け取る。あ、じゃあ、受け取ろう。いただきます。いただいて。あ、では、私も。いただいて。今何持ってんの？はい、これを。あ、反転したミラー必要。あー、心臓も必要。アトランティ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 。
でも受け取ったとて、受け取ったとて別にこれが充電に使えるわけではないっていうね。とりあえず元のに持ち替えといて、あと何調査するの？そもそもこのキャンプってアクセスできるものそんなに多くないもんね。あとはオートパージに見えないとやれることすごい限られてるよね、うん、とりあえず船に行きゃいいんじゃない？船に行きゃいいのかな、行ってみるか、うん、またそり、こんなそり立った壁をさ用意しやがって。よいしょ、まあ、よいしょ、一緒にアトランティニウムとか集めながら行きますか。うん、ラディアントシャードだよこれ、削れないよ。削れないのか。なんかあれだ、ソジウムとかも適当に拾っとかないと死んじまう。いや、ソジウムっていうかコバルトがあればいいんだけど。まあ、とりあえず船の方向かえば良いか。いや、無理だよこれ。7時間って書いてあるもん。絶対違うよ。でも自分の船見えないよね。あ、自分の船あるわ。あったあった。あった？あった。自分の宇宙船ありました。あれに向かおうかな。おう。多分どっちかというとあっちだろ、まず。おしゃーどー。なんかずっと COD やって、あの左スティックの押し込みでタクティカルダッシュしてたから、ダッシュしたくてスキャンしちゃうんだよね。ノーマンドスカイは右スティックの押し込みじゃないですか。そうだね。なんだかいまいち何をやるのかよく分かってないな。うん、なんか最初分かんないままほっぽり出されるのは結構いつものことだけどさ。そうね。あー、自分の宇宙船は真っ赤だ、私の。みんな真っ赤なのかな。やばいちゃん全然こっち来てねえな。さては、うん、ほんといつも通り。だってやること多いんだよ。ああ、ヨンちゃんノーマンドスカイやってると永遠に先進まねえからな。そう、ハーネスつけてもらっていいですか。あ、地上にコバルトが生えてる、もしかしてこれ。うん、違うな、これ岩。そうだよね、多分。なんでこれスキャンできないんだ。あ、いけてきた、このコバルト銀が取れるやつがあって、なんでこれをビシビシやって取っておけばあれが作れるっていうことだな。なんだっけ名前。ゲックという単語を学びました。何してんの、遊んでんの。違うよ。よいしょ、あれだね、あれを見つけたんだね、きっと。ええ、賢くなるやつ。知識の石かな。そう。なんか治んないかな。アトランティウムが足りない。ああ、燃料がなくなっちまった。炭素をよこすと言われたけど、あまり使いたくない。
ああ、そうか、さっき結晶化した心臓をもらったから若干直せんのか。うん。いやー、アトランティディウムの数やばい、要求されるの。今やっと60個だったのに、1個しか直せなかった。あと100個ぐらい必要です。まあね、何にも、あれよ。マルシツールに何もついてないから、うん、そもそも入手個数が少ないよね。うん、ここなんかこの星めっちゃなんか風切り音的なノイズうるさくね。ずっとゴーって言ってません？いつもこんなもんだったっけ？そうだっけ？結構うるさいよね。なんかマイルストーン達成した。生けるボイド64個のアトランティディウムは集めた。ほら、喧嘩打ってやる。うわ、28しかダメージが。あ、頑張れ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 。なんでもう戦ってんの、あの人。あ、燃料ない。え、でも反転ミラーが。いや、わかるよ、言ってることは。言ってることはわかるけど。ゲットした、帰ろう。ゲットした。あたいの船どこじゃ。わ、遠。こっちまでセンチネル連れてくるんじゃないよ。え？ A じゃないよ。A じゃない。ちゃんと巻いてから来いよ。巻く。あ、もう諦めてくれそう。ちょろ。あ、そう？あ、ちょろちょろちょろっぴですわ。なんだ、ちょろちょろちょろっぴって。もう疲れちゃったって、帰ってく。うん、踏んだ。あ、酸素。うわい。あー、船に乗ってだいぶ静かになった。エンジンがぶっ壊れてるんですね。あー、また銅が足りないってなるんだな。フェアフェライトに水素ゼリー、気密シールと金属プレート。あー、それでさっき気密シールくれたのね。気密シールしかも、あれか、気密シールくれたの、気密シールじゃなくて、気密シールのレシピか。レシピー。よいしょ、よいしょ、あ、よいしょ。はぁ、高。で、何がいると、金属プレート1枚と、ワンキミスシール、エピアフェライト、二水素ゼリー。あー、二水素ゼリーなんて作れない気がするな。そうだよね、二水素足りないよね。よいしょ。あ、この、ほんと、初動の何もかも足りないか。相、うん、変わらずだな。外うるせえ。ゲーム音下げようかな。あー、ラディアントシャード欲しいな。グラビティのボール。あ？あ。二水素と。やだ。なんだっけ。よし。ピアフェライトがいるから。ピアフェライトってことは、うん、あれか、ポータブル生成器しなきゃいけないんだな。うん、なんかあれだね、思いのほか人が少ない。フェライト値が40しかないじゃん。待て、ピュアフェライト40だっけ。おー、高機能マインレーザー欲しい。50か、ちょっと足りない。ゆいちゃんどこ行っちゃったんだ。あれ、いや、私は船の近くにずっといるよ。
あれ他人かな。あ、本人だった。フェッチリフェッチリフェッチリが欲しいんですけど、怪しげな包みナノマシン116しょぼしょぼぼぼぼぼぼぼ、お、スーパーチャージスロット、あなんか全然フェライトチリが取れるものが、はい、てかなんでここ、こんなに有毒植物いるの、有害植物地上なのに。不思議。あの辺の石は取れそうだな。いや、私の船どこだろう。あ、どっち？目の前にあるでしょ。かわいい、きよし。こいつきよしって言うんだって。キヨシなの？うん。キヨシュデッドリーディスパレーション。だからキヨシ。なるほどね。うん。でもうちょっとフェライトチーを入れて。よし。金属プレート？イオフェライト？なんで？はあ、贅沢なやつ。たくさんと思う。そうでもないだろう。鬼滅シール？鬼滅シールか。本当に必要？絶対必要？しゃあねえな。あ、マイクロプロチェッチャーもらった。マイクロプロチェッチャーもらった？拾った。拾った。おう。あれ、私さっき、これか、ポータブル生成器、これにも金属プレート、はぁ、 あそっか、金属プレートどこやったって思ったらポータブル生成器に使っちゃったんだ。わお、よいしょ。私の船の横に置いてあるよ、ポータブル生成器。作っちゃった。いいの、作るから。濃縮、ん？これはただのパーソナル生成器か。二水素が足りないな。二水素106個ある。あ、なんか随分持ってんね。うん、ひたすら削ってた。賢いって言って。え？よくやったって言って。いや、ちょっとまだ、まあ、まだ早い。まあまあ待ちなさいよ。まあまだ始まったばっかりだから。よいちゃん何作る予定？何作る予定？とは？ん？ポータブル生成器2つあるから分担した方がいいかなと思ったんですけど。ああ、ポータブル生成器？ん？あ、もうピアフェライトは私作っちゃったんだよ。あ、じゃあ濃縮炭素。濃縮炭素は、濃縮炭素もいるんだっけ。うん、炭素は30個しかねえけど、まあとりあえず回します。シール、シール1シール、濃炭30。
じゃあ炭素60ってことだな。ねえ、あと気密シールと金属プレートだから炭素と、フェライトチップだな。うん、うわ、キノコ。おう、あー、ちょっと来ないでほしいな。センチネル呼んだ。センチネルだよ。使って呼んでないんだよ。うん、もうボイジャーズで、あのクロークぶち抜いて見つけてきたセンチネル、マジで忘れねえからなって気持ち。わあ、アトランティディウムたくさん集めたら、なんか、いけるボイドできた。あ、そう。それ私もさっき達成した。受け取ろう。ああ、やってしまった。いや、炭素がなくなっちゃったから、ヨアちゃんみたいに殴るしかなくなっちゃった。おう。インストール、怪しいやつね。毒耐性。ああ、うーん、炭素が取れそうなもの、ああこれだな。ああ、シャードさん、お炭素ちゃん、よいしょよいしょよいしょ。でこれでまあぼちぼち、あー、オッケー、よし。で、炭素を追加。あ、違う、これ全部チャージに使っちゃったっぺーな、なんか。秘密シールを作る。はい。あー、はかない。金属プレートを作る。はい。どっこいしょ。よし。二水素ゼリー。はい。はい。ピュアフェライト50。そんなんあると思うか？ないんだな、これが。オフェフェ行ってこい。さっき ジオードが手元にあったからさ、うん、お、これはピュアフェライトが出てくるのではって思って分析したら、うん、ジカフェライトだった。ジカいや、見なかったことにしてね。じゃあ、びっくりした。ヨアフェライト何個だっけ？50個ぐらいじゃなかったっけ？あ、足りた。イエイ。
感。よし、これで私もそろそろ炭素足りるんじゃねえか。さすがに少なすぎたな、もうちょっとか。よし、これで足りるだろう。 OK。 機密シールと金属プレート、よし。でポータブル生成器回収して行くよ、きよし。どうせ燃料入ってねえだろまだ。ん？発射エンジンは 54% 入ってる。あー、そっか、ソーラーかこいつ。うん、素敵。よし、治った。うん、でも結局マイルストーン、これ、あ、これ行けるボイドは達成したけど、達成したけど、あ、初めて宇宙に飛び立つ、これやろう。達成したけどさ、あ、だけどこれフェーズ1のガラスにエッティングされた。途方旅行者マイルストーンを完了して放棄されたキャンプについて詳しく知る。よくわかんねえな。ああ、途方旅行者を先にやるのね。で、宇宙に飛び立つが先だわこれ。いきまーす。はい、よいしょ。よいしょ。あー、このソーラー線久しぶり、視界が悪い。うん、お、星へと旅立った。はい、旅立ちましたね。旅立ちまして、はいはいはい。ああ、もうクローキング装置さっきのでもらえたんだね。うん、で、アクアットサーボはよし。テレポート受信機、ああ、テレポート受信機くれるんだ、嬉しいですね。うん、座標に行けばいいんだな。そうなのか。ガラスにエッチングされた。あー、そのナビゲーション座標を生み出した、それをさっきやっちゃったんだね多分ね、さっきね。うん、から多分あの座標に行きゃいいと思います。座標ってどこだろうな。レッツゴー。いや、どこやねん。え、置いてかないで。いや、さっきやったよね。やったよ。これか。あー、スキャンしてなかった。ニョン、違う星。ああ、地殻帯エコーか。ああ、これはまた別の話か。ああ、なんかいい感じの船じゃんお前。いや、でもこれ直せないけどね。よいしょー、
しょ。着いた。ラリアントシャードってまだ削れないよね。そうだよね。そしたら近く単位エコー行くのが先か。私間違えて、宇宙船の方来ちゃった。おう。わあ、燃料6万。さっき近く単位。ああ、有色金属売ってる。この。あれもなんか見えたんだけど、何個かどこだったかな。売りゃいいんだ。ああ、あったあった。いやー、このなんか。ワープじゃなくてパルスドライブ、うん、やってるとなんかもう永遠にパルスドライブで飛び回ってた。もうボイジャーズのことばっかり思い出してもうめちゃくちゃカットしたなーって、うん、よいしょ。こんにちは。じゃあ。何買おうかな。生ステーキ。はい。まあなんかいらなそうなものはみんな売って。てしまって、よし。フェッチリ買うでしょ。コバルトも買うでしょ。あ、そうだ、コバルト買わなきゃ。イオン電池。金属プレートも20万円ぐらい買っといて。有色金属は全部買うでしょ。あ、コバルト、イオンかコバルト、どっちだ。んコバルトじゃなかったっけ。違う、イオンかだっけ。あ、コバルト、コバルトだよね、うん、で、これでイオン電池が作れるから、よしよし、私24個作れた。ほい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 、え？ろ？ん？ろ？フェライトチリがないのかな？いや、コバルトがなかった。あ、コバルトがない。まあいいや。あとね、命は？ゼリー。1個しか作れなかった。命のゼリーはまあ多分2水素が全然足りないんで、まあさっきいっぱい使っちゃったな。まあ2水素はまた別途って感じですけど、 ありがとう。よし、じゃあとりあえず送りました。300m。 よし、行きますか。うおー、エクストリームじゃん。イエーイ、よかった、今作っといて。荷物よこせ、荷物よこせ。よし、イオン電池入ってた。まあでもなんかエクストリームってなっちゃいるけど、なんか優しいね。なんか穏やかだよね、うん、そんなにエクストリームでかい、なんだこりゃって感じじゃないよね。でかい、でかい、うん、
ほら、でかい。何が？え、見えてないの？なんのこっちゃ。あ、違う、今アラチ、アラチじゃねえ、ハラシじゃなかったんだ。あー、これ建物。うん。あー、てかあの建物が目的地だ。おう、微妙に違うところで降りちゃったんだ。アラシ来るから行きましょう。あー、やばい、ヘビ始めた。うわー、いや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 、うおら、痛い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 です。よいしょ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 。あー、危なかった。いて、あー、生命ゼロを作らないとちょっとやばいな。まあ一旦酸素で補充しとくか。ああ、ターミナルある。あー、フェチリー、コバルト。さっき金使っちゃったからな、まあ、フェチリーは買えるけど。私はここと金属プレートを買ってしまいました。そう、私も買っちゃったの。うん、どうせ使うでしょって。そう、使うんだよ、あいつは。宇宙船発射燃料にも使うし、いろんなことに使うから。うん、ふぅ、水素売ってほしいな。に水素ね、とりあえずこれだ。宇宙アーカイブ、ほい。聞こえますか、こんな声が聞こえますか。あなたの脳内に直接話しかけています。うん、聞こえる。で、なんだって。はい。ほう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 。うん、頭、あ、全部作れる、やった。うおー、作れるよ。もう私はマイクロプロセッサーでいいけどな。プロセッサー、ガラスにエッチングされたアーカイブを調べた。で、頭。ん？頭。お！達成。で、次に頭を組み立てる。ってか。なんかあれもらったな、うさんくさいモジュール。よし、それで、うさんくさ。頭を組み立てろって言うけど、マイクロプロセッサーに、あー、カーボンナノチューブね。カーボンナノチューブ、カーボンナノチューブ1作って、でマイクロプロセッサーも作って、いやーよかった、有色金属買っておいて。うん、で頭作った。あー、作って、あ、マインレーザーありがとうございます。よしよし、あー、これでおシャードがピシピシ。あー、これでシャードが取れるようになって、うん、で、まあシンギュラリティがもともとあのセンチネル戦のね、あれの実装の時のイベントだったから、多分センチネル戦メインできっと活動するんではないかなと思いますけど。うん、よし、ほんで、あー、飛ばなきゃいけないのか。高機能マインレーザーはこれ、あれ設計図だけくれたの。
組み立て済み、え、つけたよ、あ、組み立て済みか、あったあった、あーこれ嬉しいね、反転ミラーがねえから、あー、ワープセル、あーワープセルって思ったけど、さっきなんかもらったな、さっきいただいたよね、ね、落ちた、次はなんだ、構築物をアトラスに見せる、は？いきなりアトラスに会いに行くの？え、非常に価値のある鉱脈があるって言われた、何それ、ほんげー、え、今探検何になってる、祈り、祈り1ってやつ、全ての地殻帯遺構は真空の周波数に共鳴する、アトラスにオートファジーの構築物を目撃させる、あそういうことね、じゃあこれがセンチネル線を回収するのはもうちょっと先ってことかしら、よいしょ、まあ、いや一旦そのまま、まあちゃっちゃとアトラスに会いに行きますか、ジェットパックがしょぼいな、動物、なんか今痛かった、なんかにどつかれた、うん、よいちゃんにどつかれた見えてんだかんなよく見えたね、いや今ちょうど画面に入ってお、横切ったなって、ちょうど今あのねスキャナー覗いてるかなと思ったんですけど、そうでもなかった、いや覗いてたけど見えてたよ、覗いてる画面に入ってたってことです、もちろんバッチリだよバッチリ、次はもうちょっと後ろからやんないとな、なんでいいよやんなくて、これか、ちょい見せて、ダメなの、うん、はい、うわ、なに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 、やだやだ、え、なに、怖っ、このゲック、どうしたの、どうしたお前、そんなにせわしなく高速移動して、あ、落ち着いた、落ち着いたっぽいね、よし、それじゃあ私は飛びますよ、はーい、私の船よいしょー、あったー、ギャラクシーマップだったな、なるほどね、ハイパーワープコアを渡してくるってことはそれなりに遠そうです、やだなあ、宇宙ステーション行ってない、あーそうだね、一応行っとくか、宇宙ステーションこの星の向こうか、これい
ノマリー検出器入ってる。いら、いらない。わ。入ってる？え、宇宙船の中に入ってる。え？入ってないの？入ってないね。なんと。うわ、重い。なんだ、めっちゃ重い。どうした、どうした。大丈夫か。よいしょ。ああ、オッケー、オッケー。てかさ、これさ、多分なんだけど、配信側で鳴ってるゲームも多分めちゃめちゃでかい気がするね。OBS でさ、今結構音楽鳴ってるじゃん。エヴァーメディアの音量のゲージどの辺まで行きます？キャプボーの音のゲージ。え、黄色いとこ。そうだね、黄色いとこまで行ってるよね。うん、ゲーム側で音量を下げた方がいいかもしれないな。ああ、でもそれでもだいぶ下げてんな、これでも。どれだ？一般。音楽。音楽をもうちょっと下げる。いやでも相当下がってんな、これでもな。まあ、音楽25、効果音20ぐらいでいいのかな。うん。適用。はい。いやなんか、今までそのノーマンズスカイ編集してたからさ、あんまり音量の大小気にしてなかったけど。ね、結構毎回下げてたからさ。何？中身がない。なんで？なんかいい塩梅にバグってんな。よいしょよいしょ。まあ絶対ここに人が多いからだよね。うん、ちょっと早めに離れたいですね、落ちる前に。そうね、金がねえんだよ。だからはい、先生。ああ、30数。ウイラン。ああ、そういえばマルチツール拡張スロットなんてもらったんだっけ。え？たぶん、私なんか、カバンの中に入ってるんだけど。わお。あるよね。ナイス。ないの？いや。ん？ない。ない。ないない。なないないない。なんで持ってんだろう。怪しい包みから出てきたんじゃない？ああ、かもしれんな。でも今これより金なんだよな。よいしょっと。いっちゃおう。8万5000ユニットだからな、なんだって。めっちり全部買える。一気に全部買って、コバルト全部買うと4万8000もすんの。ちょっと待て、それは、ちょっと待て。ちょっと待とう。はい、先生にたっちゃ1個しか買えねえじゃねえか。30水素買っとこう。ウラン。え？ウランってこんな高かったっけ？あー、でも最大で買っても24万か。大したことねえな。今の我々の所持金事情があまりにもしょっぱすぎる。うん、ただそれだけど。いや、ウランって1個500ユニットもすんのって思ったけど、
500ユニットしたところでだったわ全体で見るとね。何してんのかと思ったら外見変更してんのかな。うん、とりあえずよし青くはしておこうかな。オッケー。あー、ヨアちゃんアノマリーにしたのね。A クラス買えないよ。大丈夫だよ、安心して買えないからはあ、絶対に買えないから。今は錬金できないからね。あー切ないですね。そうね、まあしゃっ、カバンも買えないんじゃない。カバン紹介もタダでしょ。よかった。すいません、早く走れるようになりたいな。バックバック、動作モジュールだっけ。動作モジュールだったと思うよ、多分。よし、多分よ。おいしょ。あれ、これ顔の色って固定なんだっけ。そうなの。アノマリーじゃねえや、こいつにしたかった。船乗った。はーい、よし。もう飛んでったの。うん、よし、じゃあ行きますか。はい、なんで。ギャラクシーマップで現在のミッションで、きっと行きゃいいんだよね。うん、もういきなり初手ハイパードライブ燃料不足なんだけど、そっか、ゼロか今。あー、2個で限界だ。1個だわ。1ジャンプ。もやちゃんはハイパードライブ補充してあんの。入れたー。ああ。よし、私もリチャージした。飛んだ。なんてとこ飛んだ。ザってとこまあわかんないけど、まあいいや、多分違う場所だな。あれ違う、はい、ウーレーリード時計かな。どこここ。もう一文字もザねえじゃん。あれれ、おかしいな。
あー、まあそういうこともあるよね。いいのいいの。私はナフィルリー打つ。あ、でも当然目的地一緒でしょ。宇宙ステーションに行くぞ。あ、宇宙ステーション寄りながら行きますよ。ええ。よいしょー。なんで？え？なんで？あの宇宙ステーションに近づいていってる、宇宙ステーションに間もなく着きますよっていうくらいの頃で、うん、突然センチネルがヒュイーンって言い出して、なんで？でまあよくよく考えたら多分他の人が仕掛けたんだろうなっていう。なるほど。仕掛けたか、あの持ち物を疑われたか。ねえ聞いて。はい。二水素ゼリー売ってたから買った。あ、本当？うん、78個買った。めっちゃ買ったな。おお、安かった。ちゃんとアイテムケースアップグレードしたか？今から行く。よし、私も。なんか売ってないかな。よし。知らん人の船だ。あ、機密シールが売ってるけど、機密シールはいいな。フェッチリの香りだろ。夕食金属だ。買えないじゃん。いやでも買っておきたいな。何か売れるものないですか？あ、そうだ、まあ、さっき間違えて拾っちゃったこの回収されたガラスは、でも透明なのはいらないよね、多分。え？そうなの？いや、まあ、結局あの、あれじゃん？センチネル線から回収できるやつだけど、あれ放棄したらもう終わりじゃん。あ、そっかそっかそっか。これは売っちゃって、回収されたガラスは使いそうだね。いやー宇宙船いいよー、やだやだ、うわーやだー、興味ないです、大丈夫でーす。大変そうな印象を受けた、受けただけ、受けただけ。うん、あれどこだろう、全部は買えないか、あれか、買えるだけ買おう。あ、これスペースレスキューか。あー大変ですね。いつも通りじゃん。よし、優勝金属400個くらい買いました。おっす。で、もう先に進んでるんだよね。はーい、じゃあ私もどんどん進みまーす。でもあれだね、前回のあれで共同探検で見せ買いを覚えたから、うん、多少は素材集めマシだね。そうね。おいしょ。あのリヴァイアさんとかやってた頃は店で買おうって思ってなかったからね、うん、全部集めてたからね。そうね。ああ、コメダのまろやかミルクコーヒーうま。本当？うわー、なんか私もスペースレスキュー始まっちゃったな。どこだ？宇宙ステーション。
海賊の整形行きたいな。荒稼ぎしてえなってことね。そうっす。でもあれもさ、あれでさ、元値がないと無理じゃない？うん。だから元値なしでもすごいちょびっとずつならやれるけど。うん。でもね、せめて最低でもなんか100万ぐらいは欲しいよね。あれ？私ここ、私のいる星系無法者ステーションだよ。え、ほんと？行く。どれ。いや、お金ないでしょうに。あ、でもちょっと海賊すりゃいいのか。え、どこ行くの？どこ？私のアイコン見えてないの？え、これ無法者なの？なんて整形？ヘラウムフバ。ヘラウムフバ、はい、無法者でした。え、無法者って書いてない。いや、そりゃだってあの経済状況スキャナーついてないから。あ、そっか。だからここでちょっと無理をして、うん、海賊行為をしまくって軽くお金を貯めておきゃいいんでしょ。まあ、そんな何回もやるわけじゃないから、まあ、スターシールドバッテリーもまあまあなくても、やばくなったら帰ってくるよ。うん。一応スターシールドバッテリーいくら？第619。ただ619すらない今。ちょっとぐらいは持っておきたいじゃん。え、譲ってよ、頼むよ。え、だからあのそこの無法者のミッションで受けて物をもらって来るので、任務を放棄する。荷物を届けるっていうミッションがあるから。そういうこと？そう、持ち逃げするの。このバウンティーマスター。ええ。から、うん。荷物を届ける。うん。ないね、今。あたし、来るまでガチャできるよ。受けてやめて、受けてやめてってやると更新されるから。ああ、そういうこと？さあさあ。なるほどね。なんて悪い子。悪いやつだ。なんて悪いやつだ。うん。でしょ。これが海賊整形を生き抜いてきた。そう。なるほどね。違法貨物を届ける、結成を無事に届ける、ミッションスタート。あ、受け取ったってこれを放棄して、うん、もう受け取ったらそのままこのバウンティーマスターのとこで放棄しちゃっていいのこれ？そう、それでいけたはず。あ、また違法貨物を届けるってやつが出てきてしまった。じゃあこれ荷物いただいて、放棄して。なんて悪いやつらだ。いや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 、これをやだ。もう今そこでもらったものが66万で売れるじゃないですか。うん、でもこれあれか、普通の整形で売った方が高く売れるのか。あ、違法のやつはね。まあでもとりあえずスターシールドバッテリーがありゃいいから。
を結成、結成じゃない、血潮を。そう、血潮をちょろっとだけ売って、今私スターシールドバッテリーを、3個ほどいただいたので、ちょっとこれで、ぐるっと一周ぐらい海賊をちょっとやっていきますね。さあ覚悟しろムーホーモノども、ギッタギタのメッタメタにしてやるよ。操作性が悪いな。ちょっと採石が不安ですね。でもセンチネル来ないもんね。わあ、模造回路もらった。もらったじゃねえんだよなこれ。届け物なんだよな。模造回路はあの普段の生計に戻ってから売ろうかなと思っております、うん、船弱え。数字が可愛らしい。本当？うん、全然シールドが破壊できません。自分がってことね。船が超弱え。わあ。なんだこれ、バグってる。あー、いや、なんでもないです。なんか1ミリも反撃してこない船が。あ、船壊れちゃった。壊れちゃった。まだ全然貨物破壊してないのに、なんてことすんだ。いや、なんてことすんだはめちゃくちゃだけど。やだ、船全然反撃してこない。いや、静かでいいんですけど。なんだっけ、ブワーンブワーンってさ、言うじゃん。うん、あれもないの。んー、どうしちゃったんです。びっくりするぐらい静かよ。うんともすんとも言わない。うん、すん。もうなんか、なんだろう、放棄されてるんですかこの船はっていうぐらい。恐ろしく静かよ。あ、反応した。お、ちょっと遅くない？めっちゃ反応遅かったけど大丈夫そう？あー、炭素か。なんかすごい、なんかなんだろう、なんだろうね、あのなんかめちゃくちゃ理論の、バカは気づかないから風邪ひいたことに気づかないみたいな、そういう理論みたいな感じになるけど、そのぐらい気づくの遅かったけど、ああ大丈夫そうかい君たち。寝てたんじゃない。襲われてることに今気づいたのかいみたいな。もう貨物なさそうだね君ね。貨物がないんだったらもう用済み。沈みな。宇宙の塵となるがいい。どこに攻撃を与えたらいいのかよくわかんないな。
ああもう沈まないからいいや。周りの貨物ポットを叩こう。いやーいいですね、この段階からこんなね、こういう思いをさせていただいて。一応序盤での宇宙船乗り換えあるぞ。痛えだろ。でもね、早めに乗り換えればワープセル節約できるし。ああそうね、まあありっちゃありだよね。まあ、なんだっけ、まあ結局疎遠目的でシンギュラリティじゃなくて、うん、なんだっけあれ、なんだっけ、ボイジャーズ、うん、ボイジャーズで船乗り換えたけど、結局その船でほとんど宇宙を巡ることなく終わっちゃったけどさ。そうね、なんか想像 A クラスの A の探査船とかでガチガチにね、高校距離とかに振るだけでめちゃめちゃワープの距離伸びるっていうことを把握したので、うん、まあやってもいいっちゃやってもいいよね、うん、その後は絶対楽になるよね。ね、ね、そこでお金たくさん貯めとけばその後のね物資集めも楽になるし、まあこの1回の海賊でどのぐらい貯まるかだよな。あ、始まりの波のレリックだ。これ確かものすごい高額で売れたはず。船どこだ、船あれ船、貨物船がいない。いいですね、この辺に、この辺、始まりの民のレリックとウガばっかりだ。プラチナでしょ、禁止された武器。なんかもうあれだね、これどのぐらいになるかわかんないけど、もうこれ持ってそのまま次の戦記に行っていうちょっとあればいいと思う。とりあえず荷物よこせ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 、モゾを帰ろううおーよこせ。まあ、とりあえず私今やってるこの船団、うん、ひとしきり襲い終わったら、うん、一旦目的の聖域、すぐ隣なんで、そこの宇宙船に行って、軽く振り払ってきて。あ、うがががががだ。どのぐらいのお金いるのか見てくるので、大体てか何の船買おうかね。あれか、船買ってももしかしたら途中であれか、あれに乗り換えになる可能性があるのか、戦地で。まあそれはそれで別にいいけど、
それを考えるとまあそこそこの船を買っておけば別にそれで十分だったのか。よし終われた。探査船の A だったら多分なんか1000万もあれば買えたよね多分。1000万もいらなかったと思うんだよね。なんだこの煙。多分なんか700、800万ぐらいだったと思うんだよな。私の記憶が確かなる。よし、こんなもんかな。まだいるじゃないか。ムーンエーテルにからの貨物ポット、有色金属いいですね。よいしょ。で、フリゲートの燃料でしょ。よし。よし。じゃあ私一旦あの目的のてか一旦次の、無法者ではないあれに行ってきますね。はーい。つってこのアトラスのある場所無法者だったりしてな。ははは。ああもう目の前にアトラスがある。でもアトラスちょっと待っててね。今お前呼んでないから。かわいそう、呼んでないって。ちょっとね、まだなんですよ。ちょっとまだ用事ないんで、お待ちいただいて。はーい、こんにちは。密輸船の到着でーす。いやー、働いた。売却する宇宙船。回収されたフリゲートモジュールはまあ一応メインデータ用に残しておくか。クワットサーボ金、三重水素銀、フリゲート燃料、地上100、1000万、10万、100万、400万、プリズムフェザー49個。禁止された武器217万10個。ムーンエーテル51個。わ、間違えた。240万。始まりのためのレリック、10個で255万。ウガウガ24個で364万。盗まれた DNA サンプル40個で約100万。はい、ということで、今回で、私の資産は、1598万7821ユニットです。おー、
まあ、間違いなく船が買えるだけの予算にはなったかな、うん、100万、10万、100万、1000万、あれそうでもない、もうちょっと高いかな、ん、うん、いや、そんなことないでしょ、あ、そっか、これやるか、これは、あれだな、貨物船だもんな、貨物船中かな、なんていうんだっけ、こういうの輸送船、うん、このタイプが一番高かったはずだけど、輸送船しかねえな、あれ、岩ちゃん今近くにいる？隣の星。うん。あれは輸送船だから高い。ああ、シャトル行っちゃった。輸送船はバカみたいに高いけど、他はそんなでもなかったと思うんだよな。桁一つ間違えてるかな。いや、そんなことないと思うんだけどな。多分大丈夫だと思うんですけど。探査船の C、まあ、C だけど、うん、一旦ちょっと値段確認のために君ちょっと、10万、100万、そうですね、探査船の C で345万なんで、うんうん、ああ、私350÷1、10、100、1000、万、10万、100万、350万です。350万だと多分そんなにいい船は買えない、ね、でしょ、多分800万ぐらいあると探査船の A が買える、 A とか S、 うん、 S だと1000万するかな、分かんないけど、そのぐらいが買えると思う。 B、 ん、あー、 B で6。あ、でも交換すると買える。あ、交換すると買える。まあ別に交換でもいいんじゃない。まあ B か A ぐらいあれば、まあぼちぼちいけんじゃねえかなっていう気はするけど。あれ、結局何、ハイパードライブ、いや、わかんない。何ドライブだっけ、何を強化すりゃいいんだろうね。まあ、宇宙船買うのもうちょっと様子見てもいいけど。うん。まあ、とりあえずはいっか。よし、合流します。まあ、従前な金は手に入れたので、まあ、もうちょっと状況を見て、あ、この宇宙船に乗り換えた方が早そうだなっていう方針があれば、それに乗り換えて、うん、でやっていけばいいかな。はい、これでね、もうね、もう何にも遠慮することなくマイクロプロセッサーとかも買えるんで、うん、ああ、こんだけお金があればね、一旦は十分ですわ。うわー、近い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 、うん、
アトラスがもう目の前に。はあ、でしょ、目の前に出てくるでしょ。そんな目の前に別に出てこなくてもいいんですよって。ああ、ちょっと、まあ、とりあえず一旦宇宙ステーションでお待ちしておりますんで、うん、であとは私模造回路抱えたまんまだ、取られちゃうじゃん、書いとって。宇宙船の中身は全部売ったけど、カバンの中にまだダメなやつ入ってたもんな。よいしょ。よし、1800万。あー、失敗した。今の模造回路ゆあちゃんにあげればよかった。あ、まあ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 、また私まだカバンの中身のやつ売ってなかった。宇宙船の中身だけ売っちゃった、バカ。まあまあ、こちらでもね、買い取っていただけるので。うん、でもどうせ宇宙船なんかある程度強くしようとするとさ、うん、あれが必要じゃん。海賊政権のさ、あれを集めなきゃいけないじゃん、ある程度。違法怪しげな包みを開けて、うんうん、アップグレードを集めなきゃいけないじゃん。そうね。よし。ああ、私この A の探査船買えるな。おお。買っても、お金まだ半分残るんだよね。600になった。イエーイ。ま、とりあえず一旦アトラス行きますか。はーい。私もじゃねえな。これかな。よし。アトラス、おいで、おいでアトラス、おいで。どこ？よいしょ。はい、着いた。いやー、相変わらず赤いですね。赤い。いやー、久しぶりだね、アトラス。なんかさ、うん、あのハローゲームから発表されたあの新しいゲーム、はいはい、なんかロゴにもなんかアトラスに感じてる、うん、なんかそういうなんかまたなんかねあるんだろうなと思いつつ、ほんでこんにちはアトラス。私はアトラスの前に立っていて、それは知ることができない。それは私も、私を知ることができない。このことについて何も知らない。それでも私はここにいなくてはいけない。私の作ったばかりの作品、構築物を提供するために。はい、よくわかりません。見てー。夢のシード。美味しそう。よし。お、祈り。なんかいつも思うんだよね、このアトラス。あの、私が前使ってたトラックボールのボール、この色してんだ。うん。そんで、ね、祈りが終わって。もう疲れた。夢のシードとハイパーワープ。よし。でもね、夢のシードを作ればいいのね。うん。
わ、お金もらえた。やった。え、明日からでしょ。なんてこと言うの。じゃあくれよ、その「はした金」ってやつをよ。ん、あ、19万ユニットじゃん。うん、ねえ、うがうが1個分ぐらいでしょ。うがうが、うがうが1個の方が高いんじゃない。あ、これをスーパーチャージした方がいいな。失礼。うん、で、この後はランデブーポイントか。おランデブー。まあ一旦今日そこまでかな。うん、うん、そこまでやってって感じだね。あ、え、ハイパードライブモジュールくれたぞ。うん、やった、イエーイ。どう考えても君がスーパーチャージ。いやー、ほんとどうだろうな、ベスパーセールの方がいいかな。よいしょーい。ちょっと待ってね、私あのお風呂あれしてきますね。はーい。帰り、まあ、追い出しをしますってマイクから聞こえた。え、どっちだったかわかんない。マイクからだったか、ヘッドホンの隙間から聞こえた音だったか、うん、どっちかわかんないけど、まあなんとなく聞こえましたと。うん、まあなんでもいいや。なんで、なんだ次は。ランデブーポイントに向かう。なので、うん、まあガンガン飛びましょうってことですね。はーい。ギャラクシーマップ、現在のミッション、探検ルートどっちだっけ。どっちでも一緒か。なんかずいぶん道戻らされるね。あ、一発で行ける。一発で行ける。うん、メヒルジアブ、名前見てない。あー、私2回あら、あ、この辺の宇宙船の強化が済んじまえばね、このランデブーポイントに行くが大体ワンパンで終わるようになるから。うん、すごい楽だよね。ね、ああ、しまった、そういえば、まあまあいいや、後でやる。前回あのこの YouTube でテスト配信をして、うん、で YouTube 側のコメントを拾うのに、うん、のコメント取得の方で毎回 URL を変えなきゃいけないのかっていうところのテストを忘れてたなと思って、今テストって打ち込めばいいんだよね。うん、ああ、拾わないね。YouTube 側の URL 毎回変えなきゃダメだな、これ。おお。
ってことは、これを拾ってここに貼っつければいいの？あ、違う、これじゃねえんだな。この、リンクの共有から、動画リンクを、から、動画リンクコピーして、ここに貼っつけて、接続。あー、来た。あー、なるほどね。毎回これやんなきゃいけないんだね。わかりました。うん。理解したぜ。忘れそうだな。ふふ。ふちゃん、もうランデブポイント向かってる？一旦宇宙ステーション？宇宙ステーションです。はーい。動作モジュール628円 S。 そんなにナノマシンあったっけ？ない。381。ナノマシンを稼ぐっていう意味でもあれか、無法物ステーションでぐる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 映る価値はあるんだな。うん。足速くなりたいな。そうだね、そこだけなんとかするか。ナノマシン、ふふふふ。あ、その作業自体は何かながら作業でもできるもんな。うん。ウーラン買って、コバルト買って。ジカフェライトも買っとくか。よし。よし。だいぶ、だいぶ、多分、イオン電池作れるけど、まあ、もうヤーちゃんもかなり作れるよね。イオン電池、また50個作ってまだ全然コバルト余ってるみたいな感じだけど。あ、そうなの。私全然作ってない。5、6、7、8、9、10。ほいほいほい。ま、コバルトがあるならいいです。はい、大丈夫です。よーし、そんでは、ランデブーしますか。ねえ。はい。私、炭素が全然なくてね。はい。二水素ゼリーの在庫ばっか、あるの。あげる。炭素はね、私もないよ。じゃあ、お互いに作ろう。うん。はい、炭素と酸素に関しては、うん、確か宇宙ステーションで買えなくなっちゃった。そう、買えないから。買えないよね。だからあれももう集めるしかない。だからもう生命維持ジェル作るために炭素の収穫。うん。炭素の収穫祭をやらないといけないですね。うん。あった。ランデブーイズどこ？あった、あれか。あー、なんかあれだね、サーティワンのアイスみたいな色してんね。うん、ん、そうでもない、うん、あの色ない。え、真っ青だけどないか。ないね。あるかもしれないけど、ちょっと詳しくないから。いや、私も詳しくないよ、うん、ない。私チョコミントしか食わないから。チョコミントって本当好きな人と嫌いな人でバッサリ分かれるよね。うん。
私はあまり得意じゃない。ぽいな。ああ、そうなんだね。多分ここでしょ。あ、これ多分。大体近くの建物に降りりゃ。ねえ。大高いじゃん。あれここじゃない。ここじゃなかったわ。わ、線。ここじゃなかったか。そっちのあれだね。貨物船の船尾側に向かって飛びゃいいんだね。わあ、穴でか、怖。穴がでかい、怖い。下を向けない。穴がでかい。うん、ああ、これね。あ、ここだ。すごいすごいすごい、セーブの数やば。もうね、きしょ。うわーってなっちゃった。やばいね、この数。いや、別にまあ、これ自体もいつもの光景っちゃいつもの光景なんだけどさ。うん、わー、面白い。これ見た目やば。ていうか、なんかもうあのさ、このなんだろう、ちょうどこのセーブの、うん、セーブっていうかのメッセージのあれが、うん、自分のこの視界の高さぐらいになる位置、うん、で見ると結構なね、なんかホラーよ。怖いよね、なんかこんだけあるともうね、ホラーないよ、うん、すごい、なんかみんなこっち向いてるように見える。怖い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 。そう、そうなんだよ。それがちょっと怖いよね。目が合ってしまった。まあまあまあ、それはそれとして、うん、で何するんだっけ。公衆派インターフェースしてる、これか。これを調べる。メモリレジスタ、1228。そう。やばい、あいつ怖い。何こいつ。こいつこいつこいつ。え、目ん玉。でか。何？こいつ、目ん玉でかい。目ん玉じゃなかった。鼻だった。かわいい顔してた。あいつね。ごめんね。失礼しました。でもお前、あ、お食事中だ。おいしいですか？あの、サロン。うん？なんだこれ。こんにちは。あー、なるほどね。あー、やばい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 、もうわからん。それはちょっとわからん。あ、もう報酬もらえる、早い。あー、こんにちは。あ、どうもどうもどうも。よし、これで巡礼1オッケーですね。うん。おお、すごい、よかった。よーし。
これで。麻痺迫撃砲くれんのね。あんまいらねえな。そんな使わねえんだよな。マルチツール拡張スロット。エクソスーツ拡張ユニット。なんか、全部もらったわね。行くぞー。うらららら。え、壊れた。なんで壊したの？なんで壊したの？ん？なんで？ん？それは私が壊すやつだよ。ちょっと。謝って。ごめんって言って。そんで。ここのシャードを、シャードさんを、ペショペショにしたい。てか。遠いね、みんな。わあ、遠いね。今、ヨアちゃんは何をやってるの？武器を直したいんだ。ああ、武器を直したいのね。うん。もう全然、あれは関係なく、なんじゃ。メインの進行は関係なく武器を直したいから、なんかガチャガチャやっちょるってことね。え。へい。一応次の進行的には2番目のランデブーポイントに向かうで合ってますよね。うん。はーい。まあ炭素も集めなきゃいけないしね。うん。これ今のシャードじゃないの？違うの？違うんだ。あれか？あれっぽいな。うわーらー、あ、命が3つしかない。そうだよ、まだ何も強化されてないからね。基本は3つですからね。あ、やっと1個もらえた。シャード？うん。調和スクラップさんがいる。かわいそうに。今会いに行くよ。いやー、噛まれた。新たなガイドがアンロック。車両？なんだ？車両？うん、なんか突然。こんにちは、大丈夫ですか？あ、カビ。生きたかけらとシャードもそうですけど、炭素、なんか炭素の取れそうな木が咲くのぐらいしかないんだよ。あー、地下。痛い。マジ。いつもの感覚でこのパンチしながらブワッて通ると大体足くじくんだよね。
きの崖か、これ。あー、崖っていうか、穴というか。うん。よし。これで2つ。ラディアントシャドウ？うん。結晶化した心臓って、結晶化した心臓はね、宇宙船から拾うか、うん、もしくはあれよ、どれよ、汚染された戦記ネイルの、うん、なんかワンワンタイプのやつか、うん、二足歩行のやつ倒すと手に入って、あー、じゃあもう海賊で修理キットを買った方が早い、確かにかもしれん、うん、なんか近くに宇宙船が降りた音がしたな、ね、まあでも NPC の可能性よりは普通の他の人っていう可能性の方が全然高い、うん、でも NPC のなんか船みたいなマークは見えないから、ただいま、まあ、多分他の人でしょう、ただいま、私の近くにいるの今、船に帰ったの？船に帰ってきた？あん。ふぅ。ヤガちゃんは結局何を集めたんだい？何？シャード。私もシャード。シャードもう一個あればもう一箇所直せるけど。もうないんだもんね。こっち、うん、これシャードちゃんこっちにいる、はーい、あー本当だ、なんかシャードはスキャナーで見えるんだっけ、おう、代わりにね、近くにいないじゃないの、ん？300個でしょ、うん、あーね、アトランティティは思いのほか集まってないな、とりあえずたった300個ですけど、まあ一旦ありがとう、じゃあ拾いに行ってる間に私はアトランティティウムをディウムしてよう、うん、そうなんだね、あー、ラディアントシャドウだ、あ、もう終わったんですけど、うん、で、これで私も直せるとこは直ったって感じだな、あと反転ミラーもあれしようと思えば直せるけど、めんどくせえな、ニワちゃんの言う通り、ん？無法物で買った方が早い、うん、銃が強くないからね、そう、てかスキャナー周りがしょっぱいから、うん、全然素材が取れねえんだよ、一応あれだ、
さっきもらったアップグレードで植物の報酬は多少プラスはついてるな。うん、まあ一旦ランデブー2には行っとくの。どうしようね。まだお風呂が沸いた音は聞こえておりません。え、なんで？痛かったな今。うん。じゃあなんで殴ったの？私今痛かったの？痛かった。私の画面では当たってない。私はアトラティ、私も外すつもりでアトラティデュームをやろうと思ってかき集めてるのに、それを攻撃で返されるとは。本当なんか私をまたいで素材を集めようとな、この人。目についたものは全部プシュプシュするから。とりあえず素材集めでいい？素材集め？あ、お空に出ちゃった。あれ？もういつの間にか。そのプシュプシュの会話をしてる間にもう岩ちゃんはいつの間にか早いね。空の上に。ほんと早いね。あ、近い。隣行こう。はい。あ、すぐそこだね。うん。あれか。よいしょ。宇宙ステーションガンムシで選んでこいってことだった。おう。はあ。首バッキバキだな、なんか。なんと、もみもみをしましょう。あー、ナノマシン欲しいな。フェッチに買ってコバルトはもういいかな。うん。あ、パグニウム買っとこう。使いそうな気がする。お、パグ。で、なんかさっき拡張系のツールをもらったから、まあ、マルチツールはさておき。あ、スーツ。カバンはね、拡張しときましょう。おいしょ。よし、次だー。よーし、
あ、これ人の船だ。私の船どこ行っちゃった？あっちか。紛らわしい。よーし、よいしょ。あそこじゃな。夜ですね。画面が、わあ、わあ、暑そう。お風呂の音したよね、今ね。え？そうなん？沸いた音したよね、今ね。あ、ここにミラーがある。ほんとだ。ミラーもらっとくか。おいしょ。あ、ここシャードいっぱいある。うん、ナノマシンですよ、この子たち。ボタンじゃねえ、メッセージあるからこの辺なのでは。多いですね。あっつ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 、バカ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 。ミラーよこしな。よしよし、ミラー取れた？取れた。あ、分かった。多分私最後に一発が当たってないから何も。あ、後であげる。出られた。で、そしたら走る。あ、でも嵐終わるから走ってもいいか。こっちにね、いっぱいあるのよ。これ取りたくて。あれちゃん、どこだ？ここだよ。よし。お、もうなんかもらった。なんだ？あ、ラディアンス。あ、光学ドリル。やったー。ああ、ラディアントシャードも指定個数集めるってやつがあるの。うん。ああ、それさっさとやっちまいたいな。こんにちは。じゃあ、他になんか生えてる場所が近くにあればいいんだけどな。あ、見えてはいるな。あ、生命維持ゼル作んなきゃ。あれはラディアントシャードでしょ。よし、こいつはアトランティック。まあしょうがねえ、ラディアントシャード探しながらランデブまで歩くか。まあ、あいつ目立つから別に全然肉眼でいいんだ。
よいしょ。あれはそうじゃないかな。お、もうセンチネル戦で飛び回ってる人がいるね。早い。まあ早いっていうか別に私らも最初に拾おうと思えば全然拾いはしたんですよ、うん、最初の星で全然拾うことはできた。痛い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 。まあただこのなんかもらえてるアイテム的に多分絶対どっかでもらうくだりあるよねこれね。多分だけどもらいたいです。もらって使うかは微妙だけど。私の時最後とかにもらってもっていうところは、うん、この辺、これそうじゃない？ 3 つもあるよ。4つある。4つ。ありがてえ。あ、ラディアンス終わり。お、あ、3個なんだ。全然もう一瞬だったね。よいしょ。ラディアンスも終わったので、うん、まあまっすぐランデブー目指そうかな。はーい。炭素とか酸素掘りながら。うん。ああ、ソジウム畑。まぶ。まあ、辺り一面ゴリゴリ削りながら。あとことこ歩きましょうかね。はい。よいしょよいしょ。なんかね、こいつでかいなって思ってスキャンしたやつ6メートルだった。あ、じゃあ同じですね。うん、これで7メートル超えてたらショックだよ、私とか思いながら。散々ね、ボイジャーズで7メートルが見つからなくてあんなに苦労したのに、うん、全然関係ない、こっちでそんなペロッと出てきちゃったらもういやーってなる、ね、嘘だ。よいしょ。このサボテンみたいなやつ硬いな。いや、いっぱい酸素と炭素くれるんだけど、うん、酸素と炭素、違う、炭素か。酸素と炭素と酸素と炭素と炭素と、うん、うん、そうだね、うん、
あれはなんだろう、コバルト、これ全部削りながら進んだら全然先進まねえな、うん、いやめっちゃ炭素もたまるけど、なんかこのモサモサしたモサモササボテンがあるじゃん、はいはいはい、これ全部炭素と濃縮炭素くれるんだけど、おお、ぼちぼち硬いから削ってるとね全然前に進めないっていう、ね、いやーダメだ、これ削ってたらお風呂が冷めてしまう、お風呂あと700ラディアントシャード、ラディアントシャード、よいしょ、金、金、うん、違った、大鉄鋼、ほう、なんで君怒ってんの？え？いや、この6メートルのやつがなんか知らんけど、おこで私の方に向かってきたから。ターゲットスイープあと600。400。よいしょ。うん。宇宙船が。着いた。着いた？ぽい。着いたっぽい。建物が、ああ見えたってことね、よし、でっかいなあいつな、あと200、ああこれか、竹蒸してんな、最初のとことしようか、あれこれじゃないって、なんだ、え、あ、こっちか、よし、巡礼に、オッケー、待ってすげえ勢いでメッセージ減ったな、2個しか置いてないよ、着いた、よし、はあ、こんにちは、オートファジー、クワッドサーボカーボン70倍配信性、クワッドサーボ売った気がすっけど、クワッドサーボ使うとは思わねえもん、まいいや、
私も売ってしまったな。でもクワッドサーボってさ、別に報酬とかじゃないもんね。たまたまあれでもらっただけだもんね、海賊で。え、そうだっけ。え、そうなん？うん、だって報酬の中にクワッドサーブって書いてないから、たまたま拾っただけです。なるほど。これで巡礼に基地コンの設計図回収、回収データ 24? あ、1000のナノマシンを入手。やったー。影を落とす。はい。潤滑剤のレシピ、フィシウムとガンマルート。やだ、フィシウムもガンマルートもやだよ。わあやだ、光学ドリルつけてなかった。バカなんかな。ああ、私も報酬もらえたけど、まずもらってなかった。うえーうえーうえー、キチコン、キチコン、マゲ、音楽ドリル、あ、まず量子コンピューターもソーラーミラーもないよ。もうその量子コンピューターもソーラーミラーも作れないんじゃね。作れない。腕を構築するがいちいちこうペコ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 してくるのうぜえな。そうね。え、待って、危険物手袋がない。まあ、あれじゃないですか。あ、でも次でもらえるね。あ、次でもらえる。腕を組み立てればもらえるので、うん、まあまあまあって感じ。まあ一旦この辺にしておきますか。うん、おしまい。船船船。あ、でも組み立てみんなアコースティックアンプリファイアユニットなんてもらってる。うさんくさいハザード対策もうつけらんないよ。もう無理だよ。よいしょ。よいしょ。船、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 船。ね。ね。船おいでー。さっきの高速アンプリ、あ、マインビームのアップグレードももらったのか。これもつけましょう。あ、反転ミラー欲しいです。あ、この柔らかい愛。うわ、ヨアちゃんはどこだ。そこか。私ここ。来たよ。ねー、
え、痛いんですけど。おい。痛くはないでしょ。え、削れてる。嘘。船削れてるよ。なんかすごいピコンピコン言って。ああ、やばいやばいやばい。削れるんだ、うん。ちゃんと。それは失礼。うん。そんで、で、これが治って、で、あとは結晶化した心臓とやらだな。うん。はい。よーし。セーブして、よいしょ。はい、したら Hello from USA じゃない。こんなとこですかね。はい。まあでもやっぱ全然ね、ボイジャーズに比べたらもうサクサクですよ。そうね、スムーズだね。もう平和ですよ。飛んでる鳥をスキャンしなくていいっていうのがいいね。あ、この調子ならもう今マイルストーンフェーズ2の半分ぐらいで終わってるし、うん、やっぱこれ見てないね。これのどんなのがあるか。まあ、力のシードのレシピ入手でしょ。で、手の構築して、でランダムポイント3位で、ダークセンチネルの排除。あー、なるほどね。基本的にどのフェーズも、うん、フェーズの中の、1番目は巡礼で2番目3番目、うん、構築物の設計図の入手とそれの設計図を作る、設計図から物を作る、うん、でそれに加えてそれをアトラスに見せるっていうのが、アトラスに見せるのとあとシードをもらうっていうのが必ず含まれてるので、うん、実質そのそれ以外、それっても固定のやるべきことじゃん、うん、それ以外のことが2つか3つあるだけって感じなので、うん、まあまあまあ、まあ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 別になんか明日はできないけど、うん、まあ日曜に終わらせようと思えば終わるんじゃないか。まあそうね、終わっちゃうかもしれんな。まあこれ始めたら全然なんかあの COD もコアキーパーも、コアキーパーはちょっと年内やれるかわかんないけど、できないかなって思ってたけど、まあそんなでもなさそうかなと思います。うん、はい、はい、ということで、今日はここまでということで、3時目ぐらいで終わりにするつもりだったけど休業時になってしまったね。はい、はい、ということで今回ここまでとなります。ご視聴いただきありがとうございました。もしよかったら、また次回遊びに来ていただければ思います。多分日曜日の日中かわかんないけど、うん、と続きをやると思います。はい、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。バイバーイ。バイバーイ。